よ <music>、はいよいよ、ね、いよ、ねはいよいよ、ねねえーね、いよ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 まよたよはよいよんよ東よ弾よ祭よてよいよねよつよ今よあよてよえよい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 よこよでよよ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  まあ、大人気ゲームでしたね。東方弾幕カグラで、まあ、いろいろあって、サービス終了しちゃったと、いうことでね。まあ、今日動画出したわけですよ。ありがとう。ということで。出したその、数時間後あたりに、なんか、弾幕カグラの方から、新しいゲームが登場するよっていうのでね、発表されましたね。えー、その名も、東方弾幕カグラファンタジアロスト。なんだこれはおーい、なんか、お、俺が、 動画撮った意味 <laughs> なんかもう段格終わったのかみたいな。動画ね、ちょっと気分下がるんじゃねえかみたいな。思ったらなんか新しいのポンってできて、ういでーみたいな。あこのお、俺の動画撮ったなんだこれ。茶番みたいになってんじゃねえかお前これ。まあまあいいさ。まあそういうことは置いといて。でなんか,、まあかん、まあ簡単に言いますと、まあダンマカグラがスチーム版で復活したみたいな感じらしいんですね。で、なんか、 もうこの画像メルにな、なんなんだこれ今幻想郷が壊れたのは君のせいなんだよって。ストーリーとしては、俺、ダンマカグラやったことないからわかんないけどさ、同じなんかなどういう感じなのか全くもっとわかんないんですけど。で、まあシーム版っていうことでね、パソコンっていうことなのかなまあ、今まではスマホだったけど、まあ課金要素がなくなるってことで、まあまあ、ね、あの、課金する人が少ないから差ししたみたいなのは言われてますけども。 まあまあまあ、これだったらね。まあ、課金とか関係ないですから。こういう形でね、まあ、復活したということで、まあ、うる、たくがぐらいやってた人からしたら嬉しい話なんじゃないかなと、思います。一審だね、セリフだね。なんか背景とかもなん、な、な、なにこれ何があったんこういう世界観なんか全く持ってね、なんか、ホリに似つかわしくないこの背景ね。これ何なんでしょうね、これ。<laughs> まあ一応これお、ジャンルとしては音ゲーみたいな感じでね、画像とか見るに。まあ、これは、 まあこの向きとかがね、この上向きみたいな感じな、目線がなっちゃってるけど。まあまあまあ。システムとしては同じということでね。まあ俺は正直やるかも。あんまやらないと思うわ。もうロートゲーできないから。まあでも、まあ、でまあね、パソコン持ってる人限定って話になっちゃうからね、そもそもまずパソコン環境ない、ないとできねえっていうのはあるよな。だからもう、この環境できる人はも原作もできますからね。ちょ、なんかちょっと、遊ぶ人を選ぶかもしれないね。 まあまあまあ。まあ、そこら辺はもうパソコン買ってくださいっていう,もう感じにしかもう言えんけどな。まあまあまあ。はい。まあそんな感じですかね。<laughs> もう、まあ、とりあえず、急に速報でこんなドでかい情報が出てくるなと思わんかったわ。まさかこういう形でダンマーカグラが復活するとは思わんかったわ。もう、愛されてんだなって思いました。はい、ということで今回は以上になります。この動画が面白い方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知ボタンをお願いします。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ